皆さんおはようございます。バシヒデです。11月の8日のね、今7時前なんですけども、まあ朝一で撮ってるんでね、ちょっとトーンは低めで喋っていこうかなと思いますが、皆さん元気でしょうかね。そろそろね、まあ Twitter やね、 Facebook なんか見てもね、あのもう冬にねなってきたなというようなね、まあ写真とかね、コメントとかをよく見かけるんですけども、まだね湘南の方はね、そんなに寒くはないですね。極寒という日はまだないです。まあ寒くはなってきてるんですけど、まだね、あのコートとかマフラーとかそこまでのレベルではないですね。ただここからね少しずつね、まあ気温は下がってってね、まあ寒くなっていくのかなというふうにはねなっていくんですね。まあ、僕もねズボンの下にはね一枚ねこうあのスパッツみたいなのが入ってね、まあ防寒というのはしてますけどね、そろそろ、はい、というわけでね、今年もあと残りね1ヶ月とちょいね、1ヶ月と3週間ぐらいとなってきましたけどもね、今年もいろいろやりましたね。はい、で夏にですね、ティアーズスコール、涙のスコールというね歌をね発表したんですけども、北のねビューティフルボイスシンガー朝さんと、それから岩手県のねトラックメーカー、トスビーさんと一緒にですね、まあコラボさせていただいた曲ね、皆さんの記憶の中に残っているでしょうかね。そろそろねティアーズスコールのね記憶がね皆さんの中から薄れてきた頃かなっていうのもあるんですけれどもね、こんな時期にですね、今日は朝さん、トスビーさんからですねコメントをいただくことができまして、まあ、貴重なね音源としてねいただきましたけども、今日はねその貴重な音源をね僕の YouTube の中で紹介していこうかなというふうに思います。特にね朝さんはねよく YouTube でもね出てたり歌を出してたりするんでね、馴染みはあるかなっていうのはあるんですけども、トスビーさんというのは結構こう謎キャラというかね、まるでダフトパンクの、ね、ようなねキャラクターなので、まあ、今日はねそういった謎キャラのねそういう、まあ、声をねいただいたので、それを聞けるっていうのはとても貴重な、ね、ことかなと思うんで、ぜひぜひ最後までチェックしてみてください。それでは行ってみましょう。チェックラー Everything I can is real. Let's do it. バシヒデミュージック&カルチャー。はい、じゃあそれではね朝さんのコメントからいってみましょう。バシヒデさん、 YouTube をご覧の皆さんこんにちは、朝です。このティアーズスコールはバシヒデさんからお声掛けいただいてコラボさせていただいた曲なんですけど、テーマを決めてそれに沿って私が作詞をさせていただきました。私も曲をオリジナル曲を作ってるんですが、作詞に関してはすごく苦手意識があったので、この曲も作詞するにあたって大丈夫かなっていう不安があったんですが、まあ、なんとかバシヒデさんやトスビーさん の、 心意気を感じながら作ることができたので良かったなと思います。バシヒデさんはコラボする前から曲を聴かせてもらってたんですけど、すごく声がかっこいいなっていう印象がありました。ジャパニーズマン TAS99 の曲はもう何回も聴いてるぐらい好き で、特に好きなフレーズはとっくにやめたいよ丸ボーローっていうやつですね。あとティアーズスコールでも好きなバシヒデさんの声があって、最後の方のヨーヨーっていうところですね、あそこがすごい気持ちいいなっていう感じで、私もよく一緒に聴きながらヨーヨーって言ってます。はい、トスビーさんに関しては、コラボが2回目かななんですけど、私のオリジナル曲もミックスしてくださったり、あとツイッターとかでもすごく温かいコメントをいただけて、すごく信頼している方の一人ですね。
人で曲を作ってるとすごく孤独な作業で、この曲を作って何の意味があるんだろうとかよく考えるんですけど、こういうコラボをさせていただくと、あ、私も音楽をやってて他の人の人生に影響を与えたり、なんだろう、他の人と絡むことでこんなに元気もらえるんだっていう発見が本当にいろいろあって、すごくいい経験になりました、また機会があればよろしくお願いします。朝でした。バイバイ。はい、というわけでね、朝さんからのね貴重なコメントありがとうございます。はい、続けてですね、トスビーさんのコメント行ってみましょう。もうめったにね、こうメディアで喋ったりするってことあんまりないと思うんでね、これは貴重なね映像になるんじゃないかなというふうに思います。それでは行ってみましょうか。それではトスビーさんを呼んでみたいと思います。トスビーさん、コメン。ヘイヨー、はい、ブラザートスビです。どうも、朝さん、バシヒデさん、いつもお世話になってます。ありがとうございます。ブラザートスビです。はい、で、いつも僕らの曲を聴いていただいているリスナーの皆さん、どうも、はじめまして、改めまして、ブラザートスビです。はい、私自身こうやって喋るの初めてというか、喋るつもりはなかったんですけれども、バシヒデさん、アスタさんが喋ってるので、ちょっとなんか喋んなきゃまずいかなっていう、この空気をなんか感じちゃったので、ちょっと喋ることにしました。はいはい、で、ブラザートスビーっていうこの人物ですけれども、ちょっと謎の人物という設定になってますので、簡単にですね、私の自己紹介、知らない方のためにも自己紹介させていただきます。はい、名前はブラザートスビーと申します。もちろん本名じゃなくて、ブラザートスビーという名前は、作ってるのは洋楽ベースの曲なので、外人受けする名前というか呼びやすい名前でトスビーという名前に、そういった活動名にしました。はい、で、曲はジャンルはファンクミュージック、テクノミュージック、そういったのを好きでやってます。はい、で、ブラザートスビーっていうのはファンクユニットなんですけれども、テクノだったり、ボサノバだったり、ポップスだったり、いろいろ80年代全般的にやってます。はい、で、ファンキーな曲とか、ファンキー調だったり、哀愁感が漂う感じの曲、今の若い人たちでいうとエモいっていうんですかね、そういった哀愁感漂う懐かしい感じの、そういった曲を作りたいなと思って、活動をしてました。はい、作曲自体は、20年前ぐらいからやってるんですけれども、ここ2年の活動がほとんどになってますので、実際その前はあんまりやってませんでした。それで、ブラザートスビーってないソロファンクユニットであるんですけれども、インストゥルメンタルユニットなんですよね。インストゥルメンタルというのは、曲だけの、歌ない音楽だけってことになります。それなんでかというと、僕自身が歌が歌えないっていうのが一番ありまして、あと作詞もできないっていうのがありまして、
なので歌物をやるときはコラボレーションという形になってます。はい、まあ、今回涙のスコール、朝さん、バシデさんとコラボレーションさせていただくことになったんですけれども、まあ、その前にですね、今回3人でやる前に朝さん、バシデさんそれぞれですね、その前にコラボレーションしています。はい、で朝さんではですね、ドリーマーっていう曲で最初コラボレーションさせていただいたんですけれども、まあ、朝さんとはツイッターで最初つながりまして、朝さんの最初の声聞いた時に、いやこの人すげえなと思って、なんか日本人離れしてて、いやまあとにかくもうすごいなっていう、うまいなと。でいつかこの方とコラボレーションしたらいいなってちょっと思ってました。まあ、それで、まあ、朝さんに声かけて、ドリーマーっていう曲の、コラボレーションさせていただいたんですけれども、で朝さんから歌が送られてきた時にですね、まあ、トスビさん仮歌入りましたってことでドリーマーの歌入れてもらったんですけれども、いやこれがまたすごくて、もう涙出ましたね。ちょっとこの日本人では聞いたことないこの声で、ドリーマーは最初ボサノババージョンで作ったんですけれども、このギターだけの音と朝さんの声がこうすごいマッチしまして、まあ、すごいいい作品仕上がりました。はい、で、その後にですね、その直後ですね、ドリーマーの直後に、まあ、バシヒデさんとジャパニーズマンタス99っていう曲でコラボレーションさせていただきましたけれども、まあその時は、まあ、僕もなんかファンクビートといってもラップ系のファンクミュージックやりたいなと思ってまして、それで、まあ、当時アンネ・ケイティさんとコラボレーションしていたバシーデさんですね、バシーデさんの声なんかファンクに合うかなと思って、じゃあバシーデさん今度ちょっとやりましょうかっていう話で、まあ、声かけてさせていただいて、でコラボレーションに至ったわけなんですけれども、でバシデさんから歌ですね、バシデさんのラップ入れてもらった時に、いやこれ来たな、これハマったなと思いましたね。なんかパレイとかキラオとか、なんかそこら辺のなんかこの80年代風なラップを入れてくれたので、なんかこうバッチリ合ったなってすげえ思いました。はい、ありがとうございます、マシデさん。それでですね、まあ、今回、涙のスコールを作ることになったのは、最初バシデさんからですね、朝さんとコラボするからちょっとトスビさん音源作ってくれないかって誘いがありまして、で、まあ、曲どんな感じですかって言ったら、まあ、R&B っていうので、あちょうど僕その時 R&B の曲1曲手掛けてたので、あこれすごいなと、ちょうど誰に歌ってもらおうかなって思ってたというか、薄々ですね朝さんに歌ってもらいたいなと思ってたところに、バシデさんがまあ歌い手は朝さんだからお願いしますっていう誘いがあったんで、むしろお願いしますって形で、でコラボレーションに至りました。はい、で僕自身もですね、まあ、ファンクテクノを作って、今回初めて R&B っていうのにチャレンジしたんですけれども、まあ自分としてはまあまあうまくいったんじゃないかなと思ってます。はい、で、
まず朝さんの歌声が入った時にですね、いやこりゃまた来たなこれと思って、いやもうすげえな朝さんと思いました。もうなんか、まあ、いつもそうなんですけれども、僕が音源を朝さんに送るとですね、なんかメロディーがアレンジして返ってくるんですよね。それがなんていうか、まあいい意味で期待をこう裏切られるというか、もう僕の期待以上のものが送られてくるんで、いやこりゃまたすげえ作品になりそうだなと、もうその時点で思いました。はい、まあ、それで涙のスコールというものを最初にリリースして、で今度はまあサイレンリミックスっていう、まあリミックスバージョンをリリースすることになったんですけれども、まあバシーデさんのですねラップが入った時に、これはまたかっこいいのになりましたなと思いました。まあ、僕もですね、音源もちょっとしっとり R&B からノリノリ R&B にしたんで、これちょっとバシーデさんの声がハマったなって自分でも思いました。まあめちゃめちゃいい作品になったなと、ちょっと自分で言うのもなんかあれなんですけれども、自信を持っておすすめできるというか、まあ、自分が納得した完成度の作品ですので、まあ、ぜひぜひ皆さん聴いていただきたいなと思います。はい、はい、じゃあ喋るのはこれぐらいにしまして、まあ皆さん涙のスコール聞いてください。はい、ブラザートスミでした。はい、どうも。チェックラウン。トスミさんどうもありがとうございました。ってことでね、トスミさんのボイスが聞けるというのはかなりこれ貴重ですよ。ね、貴重なね、映像と音をお届けできたかなというふうに思いますけども、はい。で、トスミさんのね、声ってなんかすごいいいですよね。なんか今まるでね、FM 横浜とか J-WAVE とかのね、ラジオを聴いてるようなね、気持ちになりました。なんか、ディスクジョッキーのようなね、うまいトークで。で、バックミュージックもね、オリジナルのトスミさんのオリジナルの曲を流しながら、こう、トークしてくれました。本当にありがとうございました。楽しかった。で、朝さんがね、コメントの中で言って、ていたように、なんかねこういった感じでできた曲も誰かしらにはねこう影響してるっていうか、まあ例えばちっちゃなところで言うと、僕と朝さん、僕とトスビーさんの中でもこう影響し合ってるんですよね。うん、だよね、やっぱこの曲を作った時のエピソードとしては、やはりトスビーさんちょっと怪我をされてしまったとか、そういうのでもすごいねこう大丈夫なのかみたいなね心配があったりね、うん、そういうこともあったりしましたし、で完成した時のねこうなんか喜びとかね、で3人で合わせて YouTube にアップしてとかね、そういうなんかね、やっぱ音楽って作ってて楽しいなっていう風にも思いました。はい、なのでまあ Tears Call ね、またねチェックしていただければいいなっていう風にも思いますし、今後ねまたトスビーさん、アサさんともね、また曲作りたいなっていうふうにも思いますし、またね、こう自分も向上心を持って、まあ、歌を作りたいなっていうふうにも思います。はい。で、一点言わせてください。Tears Call 僕リミックスを作ったんですけども、ちょっとこれがね、ちょっと音程とかピッチとかがちょっとずれまくっちゃってて、で、まあ言い訳じゃないけど、僕もね、なんか普段のリアルな仕事忙しい中でなんか作ってて、なんか冷静さをね、失ってたかもしれないですね。ちょっとね、まあ、ご指摘が入りまして、ね、まあ、それもトスビーさんからのご指摘で、ちょっとあれ音程違いますよねみたいな感じで、でツイッターでね、いただいたのね、ダイレクトメッセージで、最初トスビーさんにリミックス作りましたどうですかって僕言ったんですよ。したらそれに対しての返信が返ってきたんだけど、多分ね僕いいね しときながら見逃してたんですよ。ほんと申し訳ない。そこでバシリさん、これちょっとピッチとか合わせた方がいいですよってこうアドバイスをくれてたんですね。それを僕ね見逃しちゃってて、で YouTube にアップしちゃったもんだから、ちょっとね、うん、反省点
そこは反省してます。でなかなかねこうリミックスを作るっていうのはねこう難しいもんだなっていうふうにもねこう思ったんで、まあ勉強にはなりましたけどもねっていうね、ちょっと一瞬ねこう出たけど消えてしまったという幻のね Tears Scroll Remix っていうそういうね話もあったりですね、はい、まあいろいろこの思い出がね非常に詰まった曲でもありますので、ぜひぜひね、Tears Scroll チェックしてみてください。はい、というわけでね、今日はですね、ね、お二人のアサさんとトスビーさんの声をお届けすることができましたね。今年はね、アンネ KT さんから始まり、それからトスビーさん&萌子さん、そしてトスビーさん&アサさんで、川久保徹さんとね、この間ね You and Me という曲を出しましたんで、僕のコラボ作品もね僕の YouTube でチェックすることができますんで、ぜひぜひチェックしてみてください。それからね、アサさん、トスビーさんの YouTube のチャンネル、最近ね、ね、トスビーさんすごいですね。また新曲ガシガシ出しててね、かっこいいなっていうふうに思います。で、朝さんもね、相変わらずね、歌がとってもね、上手なね、繊細なね、僕もすごいハマってますけどね、朝さんの声には。お二人のね、音楽をぜひぜひチェックしてくださいということでね、まあまだ今年まだありますけどね、また来年もよろしくお願いします。また機会があったらコラボやりましょう。それではまたお会いしましょう。トスビーさん、今度ラジオトークで共演したいですね。さよなら。Peace.